コリオ、コシティ、コリえじゃあよろしくお願いします。こんばんは、メンブジェシーでございます。平成最後の雑談ということで、現在2019年、平成31年のお4月30日。 午後6時55分でございます6時55分6時55分 <laughs> まあなんていうことはないんですね、えー、他の国にしてみたら何のこっちゃでありますし日本の国の中にあってもうーなんだ年号が変わるっていうのはねどっかの誰かが勝手につけた決まりだけの話なんだよね、えー、どうということもないんですが そもそも西暦って何ぞやとかね。こんばんは。よろしくお願いします。こんなんでございますんで、まあ適当にお付き合いくださればなあと思っております。別に平成が最後だからってなんていうことはない。えー、ただ今日ちょっと、まあ、うだうだとテレビなんか見てて、あの藤岡弘が伊勢神宮に、えー、参拝する映像を見ましてね。ああ、なんかやっぱ、あれだな。ちゃんとした役者さんとかが。 落ち着いたレポートをするっていうやつが一番見ててこう落ち着くなーなんて思った感じでございます <laughs> 私はもう旅行もせずね連休中はもう家でだらだらと体を休めるということにしておりますんで、えー、どこにも行かずでございますお仕事してる人はお仕事お疲れ様でございます特にやることはないですうそうね 今日はだからうちで DTM をして DTM をしてあとカンコレちょっとやってましたね時間あるからねつったって僕やっぱねおかしいと思うの「艦隊コレクション」聞いてえちょっとカンコレの話をしますよあのカンコレね昨日までランキング200位だったの ああ300位だったの。370位かな。で、今日、今、ああ、じゃあ、まあこ、今月は370位だから、うん、500位以内には入れるだろうなと思ったの。そしたら、今日見たら580位だって。1、うん、<laughs> 日でみんな頑張りすぎだろうと思って。でもやっぱ連休だから、やる人は。 あやるんだねこうやって一気に200位下がっちゃっていやさすがにつまりだ1日で数えたの300ポイントぐらいあの一気に抜かれた感じになるんですようーだから2700ポイントぐらいがボーダーラインらしくてで僕2400ポイントぐらいであったんですけどあのーなんだい、あのー そんな一気に順位を抜かれるぐらいにこの今日一日でだよ今日の朝見た時は370位だったんだ <laughs> で今、ね、放送する前によしカンコの遠征出してから放送しようなんつってさやってみたらさペロそうだ順位いくらかななんて思ってピーってみたらさガーンって触っててもうびっくりですよありえませんねこれちゃんと声聞こえてんの入ってんの ヤハギの飼いにが来るからやはり育ててる人も多いかもしれないんーあーそうなのなんか戦艦が来るとかって話らしいですけどあんまり B さんやってないんでしょうかこれみんなやってないでしょやらなくていいよこんなゲームあの <laughs> これはね1回ちょろっと遊んで3日ぐらい遊んであーこういうゲームねーつってもう遊ばないっていうのが一番いいです あとはもう外から入ってくる情報でこのキャラが人気だとかあ、このイベントで誰かが苦労してるんだっていうのを外から見て、ははって笑うぐらいがちょうどいいです。うん、うん。なんでかずっ,っとあの。僕毎日観光で朝やってんのね、朝5時からね。この話も何回かしてるから、もう飽きたよ先生の最後の隅っここからこん,ばんは。ああ、じゃあまたここに隅っこに置いとくから。えー、よいしょ。 コメントが切れた瞬間に隅っこにキャラが出るようにしときますねいいたら。見つけたら教えてください。で、朝の5時からやってさ、だいたい6時半ぐらいにデイリーが終わるわけ。この間、ずったり観光レなんですよ。観光レ時間なの,あの。つまりだ、1日に、で、帰ってきてからも遠征の処理とか、 あー演習とかやってっからまあ30分ぐらいはやってるからあーあー見えたよ,よかったよかった隅っこに言いましたね何よりですほんでこれ1日2時間やってるとするじゃんで1日は24時間だ24時間分の2時間を毎日カンコレに使ってるって考えたら恐ろしい時間のロスですよあまあこのカンコレやってる間に ちょろちょろっと違う作業もやるんですけど結局のところその早くこれを終わらしてご飯作ったりとかしないといけないしなとか出かける準備しないといけないしなってやる中で朝5時に起きてさ6時半までやってさ帰ってきてからもやってさあそ,そんなの毎日だよこれをだからかける365日だよ365かける 2時間だよ。おお、おお、700時間だ。<laughs> 700時間は24で割ると何日だうう ?1 ヶ月ぐらいになるか ?1 ヶ月にはなりませんかん、恐ろしいよ。だから、1年のうちのう12分の1の時間をですね、ゲームにつき込んでるわけ、毎日。 考えたらゾッとするよ。そ,それに対して何かの成果をもらえるわけでもないし、特にこうゲームのスキルが上がるわけでもないんですよ。ただただ時間の無駄をこれで消費してるんだっていうことになるわけです。えー、で、なんだあのちょ、ちょっとした課金なんかもするわけでしょ。恐ろしいなと思って、スマホゲームのこの、で、これ、将来何にも残らないんですよ。<laughs> でしょーデータはいつかサービスする人が消えたら消えちゃうしね。でしょ。ねなんかなんか記念の贈答品でも贈られるかと思えば贈られないわけでいやこれはやっぱもう平成を最後にしてカンコレは終わろうかなと。<laughs> 多分明日もやってると思うんですけど、えー、のーちょっと思ったりしますねあ。こんなに無駄な時間をかける7、6周年で今年7年目に会えるから、えー、こ,これだほ、ほぼほぼサービス始まってからはずっとやってるから、信じられないぐらいの時間を無駄にしてるってことだよ。 7 0 0二2 4はいくつだ ?30、30いかないのか。でもまあほぼほぼ30日だとしよう。ってことは、えー、7ヶ月僕は、まあ、で、イベント入ればもっとやる時間は1日4時間とかに増えるわけですから、まあ余裕ですな。余裕で、僕の人生のうちの7ヶ月がカンコレに使われたんだっていうふうに思うと、いや <laughs> どうなんでしょうゼルダだってそんなにやってないよう。あれはまだ1000時間ぐらいしかやってないから2000時間ぐらいかな、ゼルダはな。プロジェクトゾンボイド、この前数えたら1034時間でしたね。えー、<laughs> 数字でで見るとやばいですねいこ,この時間にあれもできたし、これもできたって思うともうつらいんです。おいで カンコレゲームやってるでしょちょろっと。まあ、朝起きてやってる時間とかあるわ。もうローテーションができちゃってるから。でもやってて思うんですあ,あこのかこれ今やってる時間に絵の1枚でも仕上げるなりさ、その DTM のさ、練習したりとかすれば、それはスキルとしてこう、僕に身につくわけですよ。何かしらね。表現者としての能力が身につくわけ。 えー、もしくはこう、ヒカキンの動画を見ながら、ブンブンハロー YouTube っていうのをやってればそ、そのうちボイスパーカッションができるかもしれないわけですよ。それを全部カンコレに使ってるっていうのはね、やっぱ頭おかしいと思いますね。でもその頭のおかしい人が今、この日本中にあーいっぱいいるわけだ。<laughs> バカじゃねえのと思って。この,この順位は本当バカだと思うね。 一気に一気に200位順位が下がるんだったらもうこれランキングとかやってる意味ないよと思って <laughs>、えー、思った次第でございます今日僕が思ったことなんてこれぐらいのもんで別にあと平成が最後だろうと令和が始まろうとと,ということはないですただ令和の話をしよう、はい、令和ねえーれい わ僕は発音的にこれ「れいわ」だと思うのね。なんでみあのテレビは「れいわ」って言うのテ,テレビ的発音だと「れ」あ違う違う違う。高いい最,最初の語,語彙を上げるれいわ」。<laughs> で、えー、ついに、ついに何々を迎える、令和って言うんだけど、その後またこう、令和になってとかっていうふうにか、会話調にすると急に令和になったりとかする感じで、ああのー、な,なんだかなとし、浸透させたいのかさせたくないのか。ほんで、菅官,官,官房長官がさ、菅さんがさ、行った時もやっぱり、こっちの言い方だったと思うの。 令和です。新しい健康<菅>ああ,かんあ、菅さんね。ありがとう。菅官房長官がです。ないアクセント的に良い、が江の花アナウンサー的に。令和。令和ですよ。近い発音に何があるかっつうと、うんこだよ <laughs> ししう。うんこって言わないでしょ。 あのうんこと同じ発音で「令和」って言わなきゃいけないのって思うとやっぱ令和<ん>でいいんじゃないかなと思って「ううう,う」っつってねなんでそれ「わらわら」って言わないんだろうねまあいいや <laughs> あのおかしいなおかしいなと思ってるところでございますなんとかならんもんですかねこういうのねああ、はあ、まあそんな感じでした あと僕何もないよ <laughs>。あとは僕、ちまちまと DTM やってただけなので、あの、今日はもう本当に、そんな感じかなと思います。あと少し皆さんにお知らせとしていいニュースがあるとすれば、体が調子悪い調子悪いって言ってたでしょ。だいぶ、あの、抗生物質で治ってきまして、少し体が回復してまいりましたんで、 えー、よいしょ元気になってきたからこの連休中にゼルダの挑戦ができればやりたいと思いますんでね、えー、頑張りますよやるかも令和初ゼルダやるかもということでまあ今日はやらないんですけど明日以降、まあ、期待していただければと。 思いまーす。そんな感じ。あ、じゃあもういい <laughs> あの <laughs>、なんかみんな話すことないのあー、あーそうだ。あと、フェアリー、フェアリーダーツだっけなんかアニメやってたの見,見ましたよ。あ,ーあー、やっと見る機会できたと思って。フェアリーノーツだっけね。 あれ見たんだけどさ30分あるうちの15分見て CM 入っちゃったんだけど CM 入った後にあこの続きあんま見たくないなと思ってそれっきり見なくなっちゃったんですけどあの難しいねあ,あフェアリーゴーンねありがとうございますゴーンねありがとうございます明日宿直近だかかから放送見れるか分かりませぬ、はい、うん、うん、別にいいよ大丈夫だよ青森 P さんはそのなんだ 青森 P さんはね、うちの放送来すぎだから、私の放送にいつも来てくれて、だいたい最初の頃挨拶してくれる。このカンコレの話をしただろうメンマさんの放送に来ることでだ。あなたの時間が無駄に失われてるかもしれないんですよ。一日、一日、二時間もあの聞いてはいないだろうけど、ぺろっとね、やってさ。だから、そうやって祝直だからつって気にすることはない。むしろ むしろ今までこう使った時間を考えるとそろそろメンマーさんの放送来なくてもいいかなぐらいに思ってもいいわけでこんばんは。さきさんこんばんは。よろしくお願いします。大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。で、来たら来たでさ、人間、人間まとめサイトとか言われちゃうわけでしょ。青森 P さんはね。だから、 あのそんな無理してど,どここということはしなくてもう大丈夫ですよ。気が,気が向いて、あ,のあれしたときにですよな。なんだろう僕、僕だってさ、なんだろう、せっかく放送立ったのにあいつが来ないとか、あの,の思わないから。<laughs> 大丈夫だよあの。来たら嬉しいけど、来れないときはそりゃしょうがない。 あの時々その特定の人が来るのを待ったりとかしますけどねあのこの話をできれば今日振りたいなとかあこ,この人向けにいい話題があったなっていう時にあその人を待ったりとかしますけど大丈夫大丈夫んまり P さんにもそういう時はあるけどもでもそれで都合が合わなければ合わないことでしょうがないだろう無理して都合を合わせてさ ななんかかかすす。す。るのは良くくくいい。いらら大丈夫です安心しししてくださいこれ,これからもどうぞよろしくお願いしますみんなそうだよ。みんなそうだよ。無理してきたって何もいいことはないんだからそんなもんかな。フェアリーゴーンも見ちゃったし、もうあとやることないなと思ってますね。あとそうだな。ポケモンの映画見に行こうかなぐらいですかね。5月3日にあるそうで。 なんか、平成最後の放送はこちです。ありがとうございます。よろしくお願いします。みんな平成最後って言い過ぎだよね。えー、うん、なんか、そんな気がしますけど。まあ、でも明日になったら令和令和ってなるんでしょうから。あれですよこれ。僕が考えたすごくいいあれ、これ。これを読んでください。よいしょ。 いやー僕はこれ天才だなと思いましたね自分で思いついてねこれなんて読むはい答えはこれでこれで令和と読むんです年年末はは毎年来るけけど平成最後は今日だけだからね,ねえ令<和>ねこれみ,みんなもネタで使っていいよ と思って楽しみましょうよ、うん、ただでさえ世の中暗いんですから、ね、渋谷はまた人でいっぱいみたいですね、うん、騒ぎたけや騒げよって感じうん、渋谷って呼んじゃうんだ渋谷ねありがとうございます、うん、まあイベントだと思って楽しみましょうよって言うとやっぱハロウィンの時の今渋谷の話が出たけど 去年のハロウィンで車倒したニュースとかが記憶に新しいですけど、うん、人なんか集まったらろくなことしないんだから、ねうん、うまいでしょ、この令和は。うん、僕はとてもいい風に思いついたなと思ってますね。令和っつって、みんなで書いていけばいいかなと思いますね。うん、そんな感じ、うん、うん、大イベントと思って楽しみましょうよっつって楽しめる人はいいなと思うんだけど、 犯罪しろとは言ってない,ですよ、ね、いやいやいやでも結局そうやってお祭り騒ぎしようとしてる人たちはみんなこうしゅ人が集まるところに行ってわーって騒いでくるまたすんだろうって思っちゃうからニコニコ超会議だってそうだろあれ <laughs> あの,あの何日か前に僕のツイッターのタイムラインにニコニコ超会議の あれれが流れてきたんだけど今はほら写真じゃなくて動画でこうなるからさみんなでなんかね「あのなんとか」っていう曲を歌って盛り上がりましたっていう狂気の沙汰だよこれなんかこの辺にステージがあってさ人がいっぱいいてさ幕張メッセでやったらしいんだけどさわーっつって盛り上がってたらしいの。でこれの映像が。上海 過去最高17万人ね。ね17万人ね、うん。意外と今までも来てなかったんだなっていうのがこれでよく分かりますねこう。この大騒ぎのわーな感じですよ。わーっていう感じ。いやだから渋谷のハロウィンに集まってる人と何ら変わりはないよなと。ただそのこの日だけそこで騒いでいいよっていう許可をもらってやってるかやらないかっていうだけの話であって。 人間の本質はこの狂気の沙汰の中に飛び込んで自我を失うということに快楽を求めるという要素がどっかにあるんだなと思ってはあやだやだと思ってるところでございます <laughs> まあなそ,そんな感じだからでもなっちゃうものはしょうがないしクリスマスにケーキは買うしバレンタインデーにはチョコもらうしホワイトデーにお菓子をするとね節分に豆をまき 5月には子供がいる方は失語さんですよ。単語の節句を祝い。な顔で迎えるのもどう,かとうんうん。まあね、騒ぐ人は騒ぐ。おとなしい人はおとなしく。そうかってやるっていう、住み分けでいいんじゃない <laughs> 僕、おとなしい方であの。そこそこ10人ぐらいの人にこう。 この放送で頑張ってもらいながらまあ最後締めくくろうかなっていうちょうどいいかなと思ってますあのお蕎麦とか食べます年越しそばみたいに <laughs> 年度末そばみたいに今日お蕎麦食べる予定の人とかあもしくは近隣の人ああ今来られた森さんこんばんはよろしくお願いします今令和で騒いでる人をけなしたら怒られたところでございます イベントなんだから楽しみましょうよって言われたところでございます。楽しめれば楽しんでる。僕は楽しめないタイプなんだなと思ってね。でもみんなが楽しそうにしてる部分にはね、いいですよ。あのぼ僕に気使って楽しくない顔をしなくていいんだからね。うん、僕もそんなはハイラルで令って迎わますあ、ハイラルで。VR で。 いいんじゃない僕まだ VR キット買ってませんけど買いい物ついでににピザを持ち帰りして晩飯食べた、うん、あた今日はピザですかあお手軽でいいし今日連休中はピザ屋さんも儲かるかもしれないねあのもう5月になるんですけど雨とかふ降っちゃって気温が上がんないから寒いからねあったかいピザなんかいいんじゃないかなと思います は話噂で聞,聞いてるだけで申し訳ないゼルダ VR めっちゃめちゃ酔うらしいね、えー、これ多分だからか感覚的なこう方向とか見るのにジャイロの反応速度とかが追いついてないからなんだろうなとは思うんですけど、うん こうなるらしいので、えー、気をつけてください。<laughs> 酔いながら令和を迎えるのもいいのではなかろうかなと思います。まあ、個人的には僕平成よりは令和の言語の漢字の,あの見た目も好きだし「えー、平成」っていう,こう言葉の響きが嫌いだから「うん」「ゼルダ」めちゃめちゃ酔うらしいですよ、うんな。なんか平成って嫌だったんだよね。 最後に平成の悪口をだって平成だからさやっぱこう「昭和」「令和」かっこいいじゃんピシッとしてるこれは伸びない後ろが伸びないからなんでこの「平成」「平成」って <laughs> うん、これはもう昭和64年から僕は思ってたことだから30年間ずっとこの平成という言語に対して、うん大,正うん、大正もそうだよ、うん、大正も僕は気に入らないし、うん、明治っていうのがやっぱビシッとしてよかったそもそもだから、うん、商品とかでさあ例えばチョコレートはうんそうそうそう チョコレートはメイチって言うでしょメイチって言う。チョコレートは平成ってならないじゃん。<laughs> だから、平成っていう言語が、た例えば昭和電気とかさ、ああいうのはあるけど、平成電気はないわけで、ね、やっぱ語呂として良くないんだなと思って。だからこれ、これから多分、 あの企業でも令和ホニャララとか令和味噌とか <laughs> なんで味噌屋さんなんだろう,うあとそうねあの,あの借金するところのレイクとかさあの辺のところがですよこの令和を使い始めると思いますんでねそれでいいんじゃないかなと思うよよしよしいい話をしたあと何もないかい大丈夫かいよいしょ <laughs> よいしょ。どうしたってメンバーさん、この話聞いてくれってるのなければ、僕、あと好きなことして過ごしますんで、あのー、まあ、付き合える人は付き合ってください。あと、特にないかな。なんかね、ね、交通事故のニュースがすごい多いのと、 渋滞のニュースがめちゃめちゃあるのと、うん、それぐらいかな。あとやっぱ、あれだね、あの今日は平日のほら、平日の祝日の休日だから。え、するよ 昭和の日で大阪にある大正駅ってところに人が集まって明治のある。一って飲み物飲んで画像を上げてるのが多かった。老人ミサイル問題。はあ、なるほど。あ,あ、みんな考えることは一緒なんだね。老人ミサイル問題。何それ。 老人ミサイルって何老人ミサイルがまず分かんないけどいやなんかほらあの僕はやっぱそういうね R1 を飲んでみた的なやつだとあのオランジーナだかレモンジーナだかっていう商品が出た時にさみんなでの飲んでレビューしてたあーのがとても印象的ですね。 やることみんな一緒だ。まあスーパーマリオメーカーが流行ったらみんなしてマリオメーカーをやるんだと。うああいう感じ。猫もシャクシもみたいな感じでやってる感じ。で、僕はそのそういうなんか流行ってる時に流行ってるゲームをやる楽しさは確かにあるけども。運転がおぼつかない80歳超えの方々が交通事故を起こしまくってる問題。ああ、それミサイルっつってんの。<laughs> あそうですか申し訳ない老人代表として僕からも謝っときますけど、うん、どうしようもないし、えー、あの危ないと思ったら車乗らないのがいいと思ねありがとうございますよくよく考えたもんですなそういうのな勉強になりますでっさそういうのってさ あの僕何話そうとしたか忘れちゃったんだけどさ <laughs> 僕何か話そうとしたけどいいやその老人いやまあでもよく言ったもんですねミサイルに例えてもいいっちゃいいもんねうまいもんだなと思ってますようん。 そう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 ,そうありがとうそうだから「ゼルダ以外やらないんですか?」っていう話に関してはそれだからやるゲームってやっぱその旬なゲームになりつつあるからみんながマイクラやってるときにマイクラやるのどうかなとかやっぱ思っちゃうわけですよだからその時期ずらそうって思ってるうちに自分でもそれ楽しみにしてることさえ忘れちゃってさ <あ> <laughs> そのまんまっていうパターンがとても多いので例えば今ゼル池袋の事故起こしたおじいちゃん元官僚で事故起こした後証拠隠滅しようと息子に電話かけていろいろ手回ししてたらしいですねうんいいんじゃないのそれができるんだからややる,やるできる人はやればいいんだそういうこと、うん、好きにすればいいんだ ね、やっぱ助かりたいんだね、もうそういうのね。でんと構えてて、周りが勝手に忖度とかしてくれてるのかと思ったけど、やっぱり助かりたいから、自分で手回すんだね、ああいう人はね。あよいしょ。やっぱり、どんなに年を取っても、そういう感じで、えー、世の中は良くならないということで、よろしいですね。 だから、ゼルダ以外はやらないんですかじゃないんです。ゼルダ以外のゲームをみんなが配信とかでやってるから嫌だっていうのがあって、流行ってなくなったらやろうっていう感じで、買ってはいるけど、やってないゲームとかうん、そんなのがいっぱいあります。そんなんばっかりだ。 いう話をしたかったんだと思うよ。続きはないよ。<laughs> なんか期待してるかもしれないけど。続きはないので。 よいしょ質問に答えただけだから僕は悪くないよただ質問に答えただけだから <laughs> それ以上のえそその話するためだけにって思われても困るからね平成最後の和骨ああありがとうございますもうじゃあこれからやらないんだな平成最後のここでの和骨の挨拶はこれで最後だっていうことだね じゃあもう一回和骨って言ってごらんよ。もう一回和骨って言ったら今君は嘘つきになってしまうぞ。<laughs> 君を嘘つきにしたくはないぞ。いや、だから違う違う、買ってはいる、買ってはいるんだ。もうそれは放送でもお知らせしたんですけどね。あの、時岡のその、 あれあれあの限定版の方ゲームキューブでできる裏時のオカリナを手に入れたっつって超備品のやつ手に入れて安かったどうだって言ったのも記憶に新しいと思うんですけどいやあるんですよ手元にでも今手に付かずじまいでございますいや結局時岡やるってことは1週間ぐらいは あそのゲームにつきっきりになるようなんつってそしたらやっぱりいろんな準備とかその途中でブレワはやりたくなったらどうしようとかいろいろ考えちゃうとねなんかこう二の足を踏んでしまうわけですよそうしてるうちの今です <laughs> だからもしもしやるよいつかはやるけどいつやるかはわからないわけですよよいしょ であんまりにもこうやって下さいやってくださいって言われると今度それはそれでよいしょそれはそれでねあのよろしくないから僕はそ,そうやってせかされると嫌になる人でもあるから よしこれでいこう、うん、気をつけてねよいしょ一応やると決めてるものはいつかはやる死ななければね死なない間にやるチャンスが ればや,りますやらないんですかじゃない。いまあでもわかっていただければ。 よかったねでもなんかないですか?」っつって聞いといてねそれとやっぱ気にしてらっしゃる方もいるでしょうからこ,うこの機会に知れてよかったんじゃないかなと思います。 あとは大丈夫聞,いてな聞かなきゃいけないようなことはなければ僕は別にあと黙ってなんかするだけなんでそ <laughs> んなもんかなうん <laughs> <laughs> 今は何のお絵描きしてるの、うん、デコピンする彼女、はあああうん、今は悪魔女ドラキュラのキャラクターの絵を描いてるねうまく描けるといいなとは思ってるけど ちょっと今んとこ難航してるかなまあデコピンみたいなもんだよな武器持ってるしな悪魔城ドラキュラ うん、うん、いるよシモン・ベルモントっていうキャラクターがいるよぼくがかいてんのはソニア・ベルモントですけどでちっちゃいので拡大します よいしょ今日はだからまあこれ書き終わるかなんかするところで終わるとは思いますけど <laughs> まあ終わらない間も多分書いてはりますでまあその間好きな雑談したい人はぜひしてくださいっていうところです いいいんじゃない今日は僕の嫌いな絵の描き方で描いてますけどねこういう下描き何回もして綺麗な線になるまでやり直してみたいなこれは本当に僕の性に合わない,いただ今日はちょっとそういうのもやってみたい気分だったんでやってますけど。 あのたまにやっぱそういうチュートリアル動画とかで絵の描き方とかあとまああと液晶タブレットのキャンペーンで有名なイラストレーサーさんに絵を描いてもらうっていうようなやつがあるんですけどそういうのを見るたんびに僕はですねうわーって思うからあの前に言ったアウトプットにかかる時間というか。 そういうやつであのと,とにかくかわいい女の子を描くために下描きを2回やってでペン入れのための下描きをやった後にペン入れに入るとその後の作業も全部ですね何だろうな僕から見るととても効率の悪い描き方をしてる感じがするやつがあるの。 で多分トータルで数十時間かかってんだろうなっていう絵があるんですけどそうやっぱねうわーって思っちゃうんだねでそのうわって思って、えー、納得するのはあだからだからみんな絵描くの苦労するんだと思って <laughs> 好きでやってる苦労じゃんって思ってるところがありますだからちょっとでも線がきれいに見えるためにとかっていうので 間違いを一切起こさないような感じで何回も下書きしてー何回も練ってでこうなんだ僕はあんまやらないですけどあの、反転させてさあの、絵の狂いがないかどうか見てとかさそ,そういうことをやるのがやってで1枚の絵が仕上がるわけあのうわっ 大変だよと思ってそんなに苦労してしなくてもいいのにっていうかそんな苦労するぐらいだったら絵描くのやめちまえって思うところがありましてね、えー、これは分かってもらえないんでしょうけどねあまりにもその苦労が多い絵を見ると僕は、うん、あの。 絵描くの向いてないんじゃないかなこの人なんて思ったりするんですうんそういうこと言うと怒られるでしょうけどうんだけど今日はそうあえてあえてそういう書き方をしてみようと <laughs> たまにはそういうねい下々の者がやってることを真似しようというところに。 なんかねである意味でもそういうのが僕にとっては発見になるわけでこんだけ一枚の絵に労力割いてるから今の人ってその差分絵っつうやつを知ってる差分絵って。一枚の絵の表情を変えたりとかあの若干こう服をあの。 着替えさせたりとかあと色の違いとかで何十枚も同じ基本的に同じコンセプトの絵がちょっと違うバリエーションがうわーっていっぱいある絵僕はピクシブでそういう絵を見るたんびにねイラッとするのあこの人漫画形式で何枚も投稿しててじゃあこの後の気になる作品を見たいなと思って見ると差分絵でさよいしょ あの水増しされてる感がすごいあって僕はあんまその差分ってやつが好きじゃないんだけどこれ顔でかいんじゃないの多分顔でかいような気がするでもそれをやりたいのはやらざるを得ないのはその 一枚の絵にあんまりにも苦労しすぎるから、あのそのできたくく苦心の末、できた一枚をいろんな形で見せたい、いろんな可能性を見せたいっていうので、差分絵になるんだろうなと思って、えー、僕は嫌いですけどねっていうことを今、言いたかっただけです。<laughs> それだけです大体僕の話すことなんてそういうことしかないんだからなるほどな、ね。うんうんあとこれ絶対顔がでかいわよいしょ,いしょバランスおかしくなっちゃってるや,やる人の気持ちは理解できたそういうののためにはやっぱさ他人のその絵描いてるやつとかを見ないといけない これぐらい僕はだからやっぱ放送とかで見るときはね今いるかどうか知らないけど森さんという方がいらっしゃってねうん僕がそニコニコ生放送やってる絵描く人で唯一尊敬している人だね森さんはねえ あの人は偉いね。パパッと自分のインスピレーションのまま書いてるからういしょ。好きです。まあもういないでしょうけどね。こうやって、でも僕それでいいと思うの。あのこの人がいるうちにこの話をしなきゃ的なことばっかりしてたらね。あのなんだろう。あ、いや言っちゃった。もう残念、うんあ。ありがとうございます。 言ってくれてありがとう。うん,うんそれはそれで何か本質を失いそうな気がするのであのーケースバイケースですね。<ー>やりたいことをやりたいようにすればいいんだよ。ただやっぱ僕の性に合わないものがいっぱい世の中にありすぎからどうしようもないんだよね。 まあでも合わないものがあるって分かってればあんまり触れずにも済むのでそれでいいかなぁとも思いますあとみんなには関係ない話になっちゃうけど、うん、絵の話からちょっと離れるんですけど僕の好きな配信者さんがですねあ配信再開してくれましてね嬉しかったですね半蔵さんっつんですけど あ、半蔵さんが放送を撮ってると思って <laughs>、何年ぶりだろうと思って <laughs>、嬉しくなりました。そしたら、赤老のゲーム配信のテスト放送も兼ねてなのか、勝手に撮らさったのか知りませんけど、よいしょ一瞬で終わってましたね。5分だけ放送して終わってましたね。でもやっぱ、よいしょそうやって僕、好きになった人はずっと好きだからさ、 何年もあの特にこ,これといったキャンペーンを打ちませんけどんいやじゃ忘れてないですからね。 うんもうあれだよ特にあとないよ話誰かがなんかふら振ってくれない限りもう僕からは話題はないぜいで君たちがなんか絞り出したね話もさ対して広げもせずに終わるぜ、えー、<laughs> 佐藤二朗の喋り方がちょっと最近はハマりいってるぜよいしょ,よいしょ 勇者ヒ彦の仏の人ねあの人面白いねい最近クイズ番組の司会とかやられてますけどうん 放送復活しないだろうな。 広告してくれたのありがとう平成最後の広告ですねありがたいですね嬉しい、うんうん、ありがとうありがとうまあお金が続く限り広告してください、うん、も元は元はただのチケットですからね、うん、それでいいと思うんですよ。 うん、どん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 すればいい。ありがとう。ありがたいけどさ。ただ僕やっぱり、あでも来月楽しみですね。あのー、来月、ピクシブファンボックスにどれだけの支援が来てくれるかっていうのはちょっと楽しみだな。皆さんお待ちしてますよ。令和記念っいうことでね。 どんどんメンマ JC に支援をしてくださいね、うん、こ,のこの広告ぐらいバンバン来るといいね待ってますよで早く僕に今使ってるこの今使ってるタブレットはねあの あれなの間に合わせで使ってるやつだからあんまり書き味とか好きじゃないしできるできればこれに慣れる前に新しいの買い替えたいんですよねなのでよいしょ皆さんの支援があれば明日にでも買えるシンテック23ですからあぜひよろしくお願いします それが変えればあれだよみんなにもウィンウィンではあるからね君たちはいい素敵な絵とかがいっぱい見れるわけだ僕が描く、うん <laughs> あれこの服どうなってんだえっ<ん>とこれ服が複雑だからさ分かりづらいんだよであるから <laughs> ここに来なきゃ よっしゃんなもんかな<れ>だからなんでこっちだけこうやっちゃうのここ,ここを一緒にこうやって。 ああ、こっから大変だ。さてと、もう僕,僕の段階ではもうここまで書けてればほぼほぼイメージが出てるから、もうこれ以上は書きたくないんです、個人的に。な <laughs> るこっから書かなきゃいけないみたいだからね。大変だね、プロで書いてる人は。 さあ漫画家さんみたいな人もさこれぐらい苦労して書いてる人もいるわけですよ僕はどっちかっつうと「ろくでなしブルース」の作者の森田正則さんみたいに下書きは全部丸と丸×で書いてさペン入れの時だけ本気出すっていうあれぐらいがちょうどいいなと思うんですがよいしょ今,の今の人たちは仕上がりの綺麗さを にしてここまでやっちゃうらしいからね。しんどい。しんどい。平成最後の <laughs>。平成最後の。で、僕はこのラフの段階で、このなんだろうな、少しこう、歪んだ感じになってる部分も。 含めて好きなので聖書すればするほどこういう良さが失われていく気はするのでねあんま良くないし良くないとは思ってるんですよ個人的には歓迎しないこんな書き方で書けたってなあというところがありますそれはそれはうまくいくまで繰り返したら誰だってうまくなる 線画の仕上がりが綺麗な方が皆さんお好みなんでしょうだからどっちかというと僕はこれを大真面目に書いてるというよりは少しバカにして書いてるんだね。 こんなのがいいんだろうっつって、えー、<laughs> 世の職員よっつってこれでまたバランス取ったりとかしながらさでもでもこ,このやり方が浸透しすぎちゃうとやっぱ違うかなというか多分まあこ,この書き方は その書けない人軍団の間でずっと重宝されるんでしょうけどこれを飛び抜けるだからこう,こういう書き方をもう全部すっ飛ばして修練の結果もう一発で書けるようになる人とかしょそういう飛び抜けた人がちゃんと出てくると思うんでねしょそんな下,下の人のやってることなんか気にしながらやるのなんか。 よくないですからね上を見ても下を見てもキ味がないっちゃキ味がないんですがうんあ、うん、あめんどくせえ下書きともうほぼ変わんねえよそんなの なやきながら書いてますよ。 しもう皆さんはあれですか平成最後に話すこととかないですか大丈夫ですか あのねよまあまあ、すごい私的な話で申し訳ないんですが、まあその話の渦中の人が今日来てるはまた面白いんだけど、たぶん来てないとは思うので、まあ、自由に話すんですがねあの、学校、高校卒業した以来の人が急に連絡来たっていう人がいて、でその、全然、 そのなんだ卒業してから何年も連絡もなかったような人が、うん、急に連絡来て何かなと思ったらよいしょその「配信活動とか今始めてっからお前絵描くの得意だったじゃん」っつってだから「俺のアイコンの絵とかちょちょっと描いてくれよ」って言われてそれを不満を口にしてたんだね。対して 学校で暮ら生活してた時も親しくもなかった人から急に連絡が来て帰ってくれって言われて「うん <laughs> <laughs> じゃあ嫌です」って言えばいいじゃんって僕思っちゃったんですけどあのなんか今の人ってそういうのでやっぱ「嫌です」ってその場で言うんじゃなくて「言うんじゃなくて。 ままあまあ僕もね、人のことは言えないですけどう、裏で言うというかね、ことが終わった後こういうのどう思うとか、間違ってると思いますみたいな、なんかそういう話でさ、僕はもう、なんか、そのその悩み相談を目にしたときにね、よいしょ、僕もいいはしなかったんですがね。 もう私プロで絵描いてるようなもんなんでギャラもらいますよって言えばいいじゃんと思っねえ女好きで書いてあげたい人だったら書いてあげればいいしそこの差別をクレクレクリアってまだいるのね<え>サイレントクレーマー的なサイレントクレーマーなのかなだから多分それは書き手の人にみんな同情するんだろうけど その書き手の人がしっかりと線引きをそこでしなかったことが問題ではないかと僕は考えてしまうのでうんなんかどっちもどっちだなと思ってだけどその人のところの返信欄にはさ「私も以前そんなことがありまして大変でした」とかっつってそういうなんか気,気遣いなく よいしょ「書けるから書けるでしょう」的な感じで来られるの嫌ですよねみたいな感じで書かれててそうかそうかと思ってねよいしょしょうがないよなその人は絵が描けちゃうんだからね、うん、描いてほしい人が来るっていう優勝になるよ言、うん、えばそれですみそう、うん僕もそう思ったんだけど思ったんだけど それはは伝えはしなかったんですがね <laughs> あのもうもうなんか仲間内でその慰め合ってる状態だからそこに何だろう僕の思いを一個書き込むのも違うだろうと思いましてやめたんですがね イラスト屋の絵でアイコン作ってあげたらいいのかも <laughs> それだって二度手間だろうよ <laughs> なんでなんでその人がイラスト屋に行ってあげなきゃいけないんだよここで無料でやってますよっつってイラスト屋の URL を<へ>、まあまあ、やってあげるぐらいの親切はいいだろうけどなんでわざわざそのイラスト屋のイラストを 自分で組んで、はいどうぞってやってあげなきゃいけないんでい。まあ、いろいろ皆さんも考えるところが面白いところにあって、あれですけどね。そんなのがあるね。もう本当に今ので僕話終了ですよ。あの、あと、本当に何もないよ。よい <laughs> なんか期待してるかもしれないけど、いつもおの面白い話をするメンバーさんですから。 なんかあるでしょうって期待してんだろうけどこの何日かはだから DTM っていうデジタルのやつにはまってたからうちうちのやつしかないんですよ自分の中でこう発見した「ああ DTM ってこうやるんだ」とか「こんなの覚えた」とかっていうのしかなくてそれは何だろうとても雑談向きじゃない話なんでよいしょ あんまりお伝えできないんですよ。そんな話でもいいのそんな話でいいんだったらするけど。音もないのは寂しいからつまらなくてもその話でもいいですっていう感じ ぜひその話聞きたいですっていないだろう。もしそんな人がいたら昨日の配信あんなにあんなにシーンとしてやってないもん <laughs> あ,あ,あ、そうだあの音楽もイラストも徐々に仕上がっていく過程が見ててよかったです <laughs> ああ本当ああ。じゃああなた見てくれた人なのね 今日今この放送来てる人で昨日音楽配信やってんのを見てああ僕には全然違う畑だっつってすぐ帰った人、うん、怒らないから行ってごらん怒らないから手あげてごらん <laughs> <laughs> ダメだよそういう魔女裁判みたいなことしたら<ー>あいたいたありがとう正直でよろしい僕だってそうするから あこのいつも好きで見に来てる人今日違うことやってるって言ったら僕その場でやっぱりブラウザバックするから正しいです何、ね、か話して時間をこうね共有したいっていう人にとってはね全然違う畑ですからねしょうがないよねわかるわとても分かりますよで今僕が今 書いて消す書いて消すっていうやつをちょっと今やったんだけどこういうのも僕嫌いだからねいやだねあの書いて消せばいいという文化ねまあそれがパソコンはできるから その失敗なくねあの思った通りの線が引けるっていうのもあんだけどさでもやっぱ僕は違うと思うんだよね。 トレス台を使って書くのは邪道なのうんあれ、紙が汚れないからいいんじゃないの僕は別に邪道だとは思ってないけどうーんトレス台使って書くぐらいは許してあげてあれは、消しゴムかける手間がいらないんですよまあある意味、効率化は取れてるんですね同じ紙に鉛筆で書いて ほんでペンで直接書くっていうよりは紙2枚使って消しゴムの手間を減らすとそうすると消しゴムかけてるときにあれぐしゃってならなくて済むとかさいろいろいいこともあるから別にトレス台使う分にはその人なりの効率化なんだなぁと思うからいいんだけど まあでもし今僕がやってる書き方もある程度僕はちょっと習得しないとなと思ってるところがあってねよい,しょいわゆる今世の中で受けてる感じの絵、えー、みたいな感じのやつは何がすごいかっていうとこの、うん、1個の線こう書くでしょこの線に対して 生命力を与えるためにさ筆圧を使ってさグッと押し込んで描いたりとかするとこう,こういうところが力入ってここだけ黒い影になったりするわけよこれを今パソコンでこういうパッときれいな絵描く人って全部これ手書きで入れてんの,あの言ってる意味が分かりづらいいな あのだから本来 G ペンとかで使って線の強弱ってつけるやつを今のこのデジタルペイントの絵描きの人はこの一個一個のところを全部に自分の気に入った強弱というのをああ入り抜きでいいですかありがとうございますこれ全部後から自分で付け足してるのねあれもすげえなーと思ってた。 ああそら手間だわーと思って。そらお金くださいって言いたくなるわなとは思うんですよ。大変だからねこんなのね。僕だってやらないよそんなの。今やってっけどね。これをやったところでなって思うのはあるんだけどね。 あれそれも込ミなんじゃねえのって思うんだけどあーでもこの辺多分僕さ後から書き直しますね多分ね気に入らないんでい何が気に入らないかっていうと手の手のちゅの手袋のところの鉄の おこれ鉄でできてるんですけどなんか鉄感がないのとデザインが気に入らないので多分ここ書き直しますね後でね今の時点であんまよくねえからどうやったらこれがいかちい感じになるかなとか今のうちにいろいろあれそ いや、うん。ほ <laughs> ら、うん。でも僕、これでいいと思うんだよな。これぐらいわーって書いた線で全然いいと思うんだけど。ほいで、この今イラストで書いてるこのテーマなんですけど、これが今アニメーションの方にも来てて、いわゆる 丁寧に描いてない絵ですよね。線が走ってる絵ですね。うん、そういう絵は総じてははははは白画じゃない。作画崩壊とか言われちゃう時代だから余計にね大変だなと思って。 一つの価値観しか認めない人がだいぶ多くなったんだろうね、そういう意味でね。怖い世の中ですよ。僕も、僕も人のことは言えないかもしれませんがね。結構、結構な自分の価値観の押し付けの話をしてると思うので。 ええ、うんみんなは今日どうするの夜更かしするの早寝するの <laughs> <laughs> 地球に皆ささんどうされますか今日令和の月が変わる瞬間にこう月じゃない年が変わる瞬間にジャンプとかしたりするのこの瞬間俺は地球にいなかったっつって。<laughs> いつもの時間になっったら寝ますよああやっぱ通常通り健康第一、うん、通常通り。明日も仕事だからおとなしく寝ますああ。それがいいよ。僕もそうするいや。僕はそうしない。僕はそうしないけどよいしょ、うん。皆さんはもうね、そういう自分に合ったやつでね、やるのはいい。い僕も難儀な性格だよね、そうやって。 こいつのすることが嫌だ気に入らないっつってさ言ってる割にはさ自分で好んで見に行ってるわけだからよいし世話ないよなと思ってそういこだぞ。 まあ、しんどい、この書き方。 「悪魔城コレクション」というゲームが今度発売されるんですけどねそのかつて出たファミコンの「悪魔城ドラキュラ」とかあの辺を集めたタイトルが出るんですけどあれ何日発売だっけまあこれ放送終わってから僕調べればいいんだけど話すことないから後で調べればいいことを日が聞こうとしてますよ <laughs>。 知ってたから教えてね <laughs> 君らにちょっと無駄を強要するから16日あーあー今月の16日もう出るのかだからあれだ「ゼルダやらないんですか」っつった人まだいるかどうかわかんないけど僕先に悪魔女をやるかもしれないから <laughs> 懐かしのすぐクリアできるしあっちはアクションだからあっちをやるかもしれないでもやっぱダウンロード販売って嫌だなと思うのはなんかの事故があったとしてもその保証をさ埋めてくれることがないわけでしょそれが嫌だよねああいうダウンロード販売はね あなたが持ってたという証拠がもうどこにもありませんっていう時代になっちゃったらあのよいしょその時に使った例えば3000円なら3000円というお金が完全な無駄になってしまうわけでそれはやっぱどうなんよくないんじゃないのって思っちゃったりするね。 あ,あえあ消しゴムじゃないや消しゴムにしたと思ったら変だったその辺はどうですか皆さんは承知の助でやってんのガッテン承知の助ですか 皆さんがどれだけゲームにお金使ってるかも知らないけど僕,僕は嫌だなぁと思っちゃうね手,手元に残らないものにお金払うって嫌だなぁって動かなくなってもだって飾っておけるでしょ <laughs> その 動かなくなっても形があるものだったらさオブジェとしてさ置いておけるわけじゃんオブジェとしても使えないんだったらはできればパッケージで欲しいです、ね、そう僕もパッケージが欲しいの限定生産でいいからパッケージで欲しいの。 さんちゃんと出してくれませんかねそうすると今度その限定版パッケージのサポートがどうのとかっていうこともあるからねやりたくないんだろうなゲームファンはその辺勝手ですから自分たちだけよければいいですからゲームファンはね の勝手なゲームファンというかやっぱその今日は冒頭に「艦隊コレクション」の話をしたけどその艦隊コレクションの話題の中でね割と有名なのがねその角川がファンブックを出したわけ艦隊コレクションのブームが超ノリノリの時にでそのファンブックに映ってる響きの顔にひげが生えてんのが気に入らねえっつってさ 印刷がそのコンピューターグラフィックスで見たイメージと違ってちょっと汚いからこ,こんなもんで金取るんじゃねえっつって運動を起こしてさほんで角川があの分かりましたと確かにあの言われた通りその箇所の印刷にはちょっと汚れのように見えるものがありますんででは改めてそのそのなんだファンブックの その問題の箇所を増刷いたしますんで、えー、その増刷が欲しい人はこちらの方に住所と氏名を書いてあじゃああの送ってくださいとそしたら後日配送いたしますとあそんなのがあったのファンうぜえと思ってさ <laughs> 形あるものにするとそういう手直しとか に対してのこう予算がねまたバカみたいに出てくから失敗しない印刷なんてないんだからそもそも印刷の工程ってやつを理解してない人が多すぎるんだよね。皆さんは色構成って知ってますあのあの印刷にする前に試し釣りをするわけですよ。 試し釣りをした時で、こう、何パターンかつってね、でこ、この色合いでやろうと。で、その試し釣りするっていうのは何かっていうと、インクの分量であったりとかっていうのを、ちょっとずつこう変えていって、ほんで、何百個何、何千個、まあ、本とかで言えば何十万部ですよね、をするのに、えー、適したあーインクの量というのを、そこで決めるわけ。よいしょで、 決めるはいいんだけどそこの色構成で OK 通ったやつが100%同じように出るかっついうと違うわけまた印刷機にかけるそのインクの入れるタイミングだったりとかあと下手したら昔だったら気温の差によってもやっぱりそのインクの溶け具合というか混ざり具合も違うのであのそ,そういうのも全部こう職人の計算として 印刷屋さんの経験値ってそこにあったりとかしたんだけどそ,そんなの知らないじゃんみんな <laughs> 俺の買った本が汚えっつって言われてみれば俺もその同じ本買ったけど汚えような気がするっつってさよしじゃあ k 川に対して運動を起こそうっつってちょっとでも自分の買ったもんがあの得になるように動こうっつってさよい,いしょう その直しをしなければもうちょっと違う本ができたかもしれないし。なんて思うんですよね、僕なんかね。結構、その場その場で。セーーブデタが消失ししたたにを感じまああ、そう、あの、メモリデータって無限じゃないんですよね。 あれは、よいしょやっぱり消滅しちゃうんだって。それは、あれで聞いた。あの、あのあれ、あれ。っとパソコンの SSD でいい,いいですよね。SSD って、そのハードディスクに今変わって、すごいこうあの処、処理も早いし、例えばその事故に遭った時も復元がしやすいということで、SSD が重宝されてんだけど、 の SSD のその記憶のじ概念というかあの記憶できる年数って決まってんだってねあれねよいしょだのプレステの,の消えちゃうメモリーカードと一緒でさあの時間が経つと消えちゃうんだって。 通電させてるとかさせてないじゃなくてその,そのフラッシュメモリに記憶させられる容量の限界を超えた瞬間にもうそれは物として機能しなくなるってわけことらしいんだよねよだからそうなる前にあの新しい記憶媒体に記憶を載せ替えてくださいってなるらしいんですよはあと思ってね ハイテクとはいえその永遠に劣化しない記憶媒体としてのイメージがあったパソコンのデータなんていうのもそうやってなんだろうね形のないものとして最後になってしまうんであればやっぱなんだかんだ言って石とか紙とかに変えた方が何万年も残るよねっていうふうに結果になりますよね。 書き込み回数に上限がありますもんねあそうそう書き込み回数もあるしその書き込み回数に余裕があっても年数が経つことでもうそのフラッシュメモリー自体の能力が失われてしまうんだってそういうものなんだって、えー、へえと思ってさよいしょ不思議でしょ とここまで書いてみてと、ね、あーしんどいしんどいわはあめんどくせえめんどくせえな。 あーめんどくさいよくこんなの皆さんやってらっしゃるよね無能な皆さんは <laughs> こんな書き直してた、ね、のくでるの、えー、このあと色塗ってカラーにしますよしかもこれまだ主人公の女の子描いてるけど後ろにちょあれだよロン毛のドラキュラも描く予定だからあ時間かかるよ 教授には終わらないかもね線が入れて女の子のメインだけ書いてもいいかもしれないし、うん、終わらんぜだってまだこの手が気に入らねえっ,って言ってください、うん、まあここまで来たらある程度もう着地点が見えたっていう感じではあるよねあるけどねーサイの弱点は定規が使いづらいんですよなここに無知を持たせたいわけですけど この無知持たせるためには定規があるととても楽なんですが <laughs> この辺アナログだとより楽だよね定規ベッて当ててでそこでスッスって線引けばいいだけなんだけどこれクリスタとかだとどうやってんだろうなあんまりクリスタの配信してる人いないから っていうかクリスタ使ってたってどうせこんな人物の絵チコチコ描いてる人しかいないんでそのね背景を直線で弾く時とかにさすごいこう効率よく弾いてる人とかあんまり配信で見ないんでやり方分かんないよねまあ最後はょ、ね、はっきりしたセンザの絵もかっこいいですねああうん。僕は納得してないですけどねこの描き方は。 絵の下手な人の描き方だっつって超,超納得してないんですがうんまあありがとうございます褒められるのは嫌いじゃないんでねありがとうございますいなんでこいつせっかく俺が褒めてやったのにし大して喜びもしねえでぶれないやつだとか思ってるかもしんないけどねごめんね ごめんね <laughs> うんそんなこと思ってないよね<笑><笑>うん、うん。笑わ,わらって言わなくなったんだな。昔だったら WW って打ったらみんな笑わ,わらになってたのに。うーってなるんだね。今ねまあこれも多分 無ちは少し後で細かく手を入れるとは思うんですけどえれえもんだよよく書けんな、うん、バカにしてんだよよ,よく書けんなっつってる人褒めてんじゃないんだからな この手間暇で何百枚って描いた方が絵は上達する気がするけどうん結局みんなすぐあれだよすぐ結果が欲しいからいこの描き方になっちゃうんだろうなうん結果これは誰でも描けるその絵の描き方ではあるからあんまりくないっすよだから結果としてやっぱ みんな似たり寄ったりの絵になるっていう傾向にもあるだろうしね。オリジナリティを出そうとか、まあ、考えてる人じゃなきゃそこは考,考えなくていい場所なんだろうけど。 僕のカレーだとは思うんですよあのカレーって年取ってるせいだと思うんですけど本当にね年取るとそういう感性が錆びついてきちゃってね絵とか見てもね同じに見えちゃう良くないなと思ってね。 いわゆる萌えってやつが僕にはその区別がつかなくてね可愛いい女の子とあと塗り方とかね細かく見れば違うんでしょうけど僕にはちょっと残念ながら。 あ,あと何だっけ僕クリスタっていうやつ持ってないんだけどあのあ,とあれ何アセットでいいのかなあのこういろんなこうペン,ペンの効果とかっていうのを入れたやつがあるの多分アセットというかなんていうかあるんだけどそれだとね「あの触手」 触手アセットっていうのがあってそれはね一本の線をねこうスッと引くとねここにね触手が生まれるだから女の子を描いてほいでグニャグニャってやるとここに触手がテラテラの触手が自動的に描かれるやつがあるみたいでね。 やっぱおーすげーなーと思いましたね今だからすげえこのなんだあのー、そういう極物的な技術だよね女の子はそんな可愛くないけどこの人の書く触手はすげえっていうようなあのー、ものがなくてあのー、ものがなくなんだろうなーと思ってさまさかまさかこうそんな簡単に触手が書けるツールとかが今 まさかこのイラスト界で重宝されるとはっていうああいうのはだから情報を見ると面白いですねまあゲームの開発ツールでも何でもそうだしあ思うところはあるねでちょっとみんなが興味ない話をしますよ みんな興味ないだろうけど DTM やっててさあの昔,と昔と違うっていうかその昔ちょろっとドミノ触った辺たりとかと全然違うなって思うのは今はその音楽の例えばドラムとかで基本的なリズムをもう先にき刻んだやつがあってさそれをこう持ってきて貼っつけてくださいとそうすると自動的に。 あのヒップホップならヒップホップジャンルによく使われるそのドゥン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 みたいなドゥッパッドゥッパッとかいうあのリズムが全部入っちゃうもうそこはその音楽的には何だろう変わらないとこだから別にそのドラムパートをパクったとかいう,う,うああテンプレート的なものそうそう だからそれが例えばベースラインとかでもあっておそ,それを入れちゃえばあ簡単に作れますよとだから適当に貼っつけただけでも曲ができるよねっていう風に作ってあるんだってはです、ね、うん。ただ僕それやろうと思ったらうまく貼っつけられないから自分で手打ちしてんですけど <laughs> こういう時に何の知識もないと。 本当にいろんなものは使えないよなぁと思って反省するにしきりだし,よい,しょいつかは使えるようになるといいなと思うんですがだからそういうのが音楽界ではそういうふうなこともあるしイラスト界だともう触手触手アバターみたいなのがあったりするし,よいしょうん大したもんだなと思ってさ コンピューターでそうやってちょっとね便利に絵を描くっていうことがアナログよりも便利になることがやっぱりコンピューターの利点であるわけですからアナログのように描けるっていうところから一段こうねレベルを上げるとそこに行かなければいけないわけでその第一段階というかねそういう動きの中で。 専用があるっていうのは面白かった。か例えば僕今「ムチ書きたいんだけどこの「ムチだってさこの2本の線を今きれいに引けなくて何回も何回もやり直してるところあるけどこれ,これも1本の線引いたらなんとなく「ムチっぽいのとその「ムチの模様が自然に入るような感じになってさああの技術いらずというか。 そうするとこうフリーハンドで平行線を引く,引く技術というのがあのいらなくても書けるわけだこんばんはよろしくお願いしますもうだからそんな時代に入ってきたんだなと思ってねよりだからそういうのを使いこなせる人はどんどん使いこなしていき使いこなせない人はいわゆるあの背景のテンプレートみたいなやつそのまんま漫画に使ってさ ああこいつテンプレート使って漫画描いてるって思われちゃうみたいなさ <laughs> 今だからそういうの売ってんだよねだからこうやって人間は描けるけど背景が描けないっていう人もいてさそういう人のためにそんなこともあろうかとつって。 テンプレートを用意する,す,るするわけだ。そうすると喜びさんでそれ簡単に使おうとするけど、うん、やっぱりそれをノーマルのまんま使おうとするとあのバレちゃうわけでね、えー、バレるとやっぱりねた種が分かってる手品ほどああのつまんないものはないじゃん、えーうん、そ,そんな感じになっちゃうんだなと思いましたね。 よろししくお願いしますよさてじゃあやるかほんでその絵がうまい人で仕上げがうまい人ね仕上げがうまい人がどうやってこういうちょっとこれ本田圭佑みたいな素材をどう料理すするかって感じでねうん,うーんそうやっぱ最後にはその料理するセンスとか腕になるんだろうなっていうあれなんですけど。 あの髪の毛は別にして描くみたいねこの前髪とかってすごいやっぱ女の子の命みたいでその女の子描く人の絵はね絵描いてる人はねこの何回もやり直すために髪の毛専用レイヤーに髪の毛描いてますねしかもこれ20倍速の映像が1時間あったのを僕見たからね もうまあもちろん途中途中飼育バーで飛ばしてますけど <laughs> 20, だから20時間かかってんだよそれ <laughs> あのその絵は、えー、じゃすげえなあと思ってご苦労さんだこんな大して誰が描いても変わんねえような女描いてさあとか思って見たんだけどでもやっぱそれを今こうやって話してさ人に伝えることができる分だけ その人も動画にした価値はあるだろうし僕も見ただけ損はしてないんでねいいんですけどねすごいなう 多分僕見たやつはそのクリスタを使って描くってやつだったんですけどほんで僕は多分やらないんだけど今流行りだとその例えば髪の毛にかかった部分を半透明にぼかすとか今の流行りのやつだとこのまつ毛の部分を半透明にぼかすとかっていうのが流行ってるみたいね流行ってるっていうか <laughs> あの技術として割とこう重宝されてるみたいな。 それのやり方とかも書いてまししたたね。やってました、ねまあ結局は選択範囲で囲んであの薄い消しゴムかけるってことをやるんですけどいやだから一個一個のその作業が細っけえなーと思って職人間だなと思いましてね、えー、勉強になりました。 普段普段そうやって<え>あんまり思ってないよう好きでもないような動画見るのも、まあ、悪くはないかなと思いますねどうせどうせそんなにうまくもないしと思っててもやっぱ技術的には僕の持ってないものを持ってたりとか今のその 使い方ね今の今自分ツールはこう使うんだとか、ね、やっぱたまに見るといいねああいうのはねただやっぱ絵描き系のやつで一番は僕はあんまショートカットキーってそのコントロール Z のやり直しボタンぐらいしか使わないんですけど 回転させるボタンとかを使う人はあの割り当てを知りたいよね。みんな気にならないそういうのえ。今日は絵描く人来てますこの放送に。あの僕らが本当はその例えば描いてみた系の人とかに聞いてみたいこととかその気になることっていうのはそこじゃないですかね。ああいうのは 誰も教えてくれないよね <laughs> こ,うこういうふうに僕は割り当ててますっていうのをあんま誰も教えないひひまああと多分そういうの書いたところで反響ないから誰もどうでしょうこう書かないっていうところもあるのかもしれない。 左手用のデバイス使って割り当ててます。うん、だから、その割り当ての細かいところをさ。やっぱうょう。みんな教えないよなと思って。そこそこ。気になってっとる。回転とやり直しと。あと、な、何があると便利なの、かね 回転やり直し。他はなんすか。拡大縮小はよく使います。ああ、拡大縮小も使うんだ。そうそう。それを今度は何ボタンに割り当ててるのかとか。 そうういとこまで行ってほしいんだよね。だから、例えば、転勤に割り当ててたら何番に何入れてますとかさ。結構だからね、そうやって突っ込んで聞いていかないとね、答えが出てこないんですよ左手用のデバイスの何番上から何番目のボタンが私はこれでみたいな。 ちなみに今割り当ててる人はどうです何番に何って決まってますあとはその割り当てたけどこの割り当て方だとあんまり使い勝手良くなかったとかさ意外にそういう体験談っていうのはまあ書いてる本人も忘れてから喋んないんだろうけどね。 通り過ぎちゃうものだからねでもやっぱ気になるよね ほらね、ほらね、聞いたけど答えないでしょ、そこは。そこなんだって。<laughs> へーって言われるだけだろうけど、そのへーが大事なんだって。今、一生懸命書いてんのかな、コメント的に。 れで時間かかってんのかなであればいいけどちょっと待ってみよう多分多分コメントあれだけど多分コメント返ってこないと思うんだけどね ではね今度あれ聞いてみたいな今まあ髪の毛描いてるとこですけど。 サラサラヘアを描くのがうまい漫画家とかイラストレーターをちょっとみんなで教え合っていきたいですなだみんなは誰が一番なんだろうサラサラヘア一番コンテストで言ったらよいしょ気になるねよいしょいいんじゃねじゃああと適当に 色は今日はザザッと適当に平成最後のイラストは悪魔女ドラキュラになりました、えー、しまさかドラキュラになるとは僕も思ってないよゼルダぐらいじゃないのと思うけどゼルダじゃなかったねまさかのまさかのドラキュラのソニアだからな ももうでも終わりますよこの色塗りはざっくりで今よいしょやるから本当はこれもさなんかなんか部分分けして描いてたりとかするんですけどその絵,の絵をね丁寧に描く人はね僕はもうそんなところまでしたら死んじゃうから部分分けはせずにあのー、描きますけどね、うん、これぐらいで。 やった方が早いと思う早いというから楽だと思うしうーん絵描くんだったらモチベーションの維持とかも大事だからこういうところで手抜くじゃないけど簡単に済ませるところは済ませてっていうふうにやっていかないと辛いんじゃないかなと思うんだけどね絵を描く人のそのこだわる人はほんとすごいね アホじゃなかろうかってぐらいいろいろやられますね。 腕塗りの設定またしなきゃいけないのがめんどくせえ。うん、そうだね。もうでしょ。すんごい元の色を引っ張る設定にしすぎちゃってるから。 気に入らない塗りになってる。 <laughs> 絵を描きなながらブ入れないんですね。だって入れると後で動画化したときに消されるんだもん。 ニコニコにこれ後で YouTube にあのアーカイブとして出すんだけどさ BGM 好き勝手なの入れてとああなたなんで勝手に楽曲使ってるんですかって言って怒られちゃうからさうだから BGM は僕のおしゃべりです <laughs> もしくはみんなのおしゃべりですそれ,それ著作権ないからね 著作権が余計なことしなきゃ、好きな曲でも書けますよ。あと、おすすめの文献とかね。信がってことなんですね。うん、うん。あと、その、今ユーチューブなんかだと、その、なんつったらいいの。その、誰かが上げた動画をパクって。借りパクしてあげる人っていうのが、後を絶たないわけ。その、自分で動画作るんじゃなく、その、受けた動画を。まるまるコピーして。で。出すと。 まあそれはどっちかというとそのあのこの動画ってやつがさいつ消えるかわからないわけだ元から出した人のサービスでどこまで続くかわかんないし著作権フリーのでかっこいい曲があったら教えてくださいよねえから使ってねえんださすがフリーでしか使わねえ曲はレベルが低いなっつってその使ってないんですね。 で、その、勝手にコピーしないように、その、誰かが上げた動画の音声と、あと映像のデータが、ほぼほぼ一致するやつって、弾くようにしてんだって。いやー、恐ろしいと思って。うん。だから、あの、僕も何回かあるんだけど、あ自分の動画投稿するの失敗したっつってさ、ほんで、あもう一回上げなそう、直そうかな、なんつって、上げ直そうとして、 そうすると、あなたの投稿した動画は前に似た、全く同じ内容の動画が投稿されようとしてます。YouTube はそれを許しませんっつって、許されない、許されなかったことがあるの。だから、そう,そういうのでめんどくさいわけ、その、どっかに上がってる楽曲とか、著作権フリーの動画とか、 わざわざ探してしかもそれが本当に気に入ってるかどうかもわからないまんまあ使うなんていうのは怖くてできないよメンマさんが鼻歌歌ってくれれば寂しくないですね いやなんかリクエストちょうだいよ。僕に歌ってほしい花歌を今じゃリクエストする、とるから。なんかいいなそしたらなんか歌うよ。ルルルン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 幸せをもたらすと言われてる,る,る。る どこかでひっそり咲いている花を探して花を探していますコスモスは帽子に似合うタンポポはお昼寝枕アカシアのアーチを抜けて 歩いて行きましょう。私は花の子です。名前はルンルンです。いつかはあなたの住む町へ行くかもしれません。ルルルン、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 ルン。 ラ,ラ,ラン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 ないでうわ2人来ないで来たありがてえなこな,ないではだいぶ浸透してるんですなありがたいことですもうちょっとでゼルダの伝説も挑戦しますからねちょっと今体調がよく少なくてなありがたいねありがたいね思った以上にこないでが来たこないで言われるんだろうなと思ってましたけどありがたい 七色目印に今日もまた。知らない街から街をゆく。あ,あ。あ二番入るどうだよ。調子乗ってね。調子乗ったらだめですよね。まさかの二番。うんうん。回、まあ、せて。 はい、歌終わりましたよ。僕これくらいで全然イラストなんていいと思うのでこの粗さの中にさあなんかが見,見える感じが僕は好きなんだけど今の今の世にはばかってるイラストは本当になんかね何だろうイラストである意味がないねあそれが寂しく思うね 写真でいいじゃんっていうねうんところがちょっとあったりします。 僕はこういう色のなんだろう,うよどみみたいなものがあってこそ絵はかっこいいだろうなと思うんで<え>よいしょあんまりこう一枚の絵に完成度を求めないんだけど指先だけででで描くペイントで十分…美しいですよねそう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 これにいろんな処理とかがね入ってきちゃうからね今はね。 きつ,いきついですわとりあえず髪の毛と肌を塗ったら今日はいいかな、うん、<laughs> 疲れたあと僕はほらイラストレーターで誰が好きって寺田克也が好きなのがこのあこのおでこのここでわかるね <laughs> こ,この線入れるの寺田克也しかいないから、うん、よいしょ勝也寺田しかこの書き方しないから のシワダブルなかなかこんなの入れてくれる人いないからねか,かわいい女の子描くにはいやあれな要素なんですがやっぱりいい,いいなと思うよその、あのー、こういうのはで下地もいきながら。 平成最後のお絵描き雑談放送はこんな感じに今日は終わろうと思いますよ。これでいいんじゃないかなだから僕あと荒木弘彦っていうジョジョの奇妙な冒険の漫画家好きなんだけどあの人がインタビューでさ 荒木先生の絵は独特ですよねっていう質問があってねいやー僕はあの,よいしょあの「ジャンプ」とかで連載してる人たちを見ても僕の絵が自分で一番うまいなって思ってたんですけどやっぱ違うんですかねなんていう答え受け答えをしてた回があってねあの,あの僕はその話がとても好きで何で好きかっていうとその 人,人体デッサンとかをさしながらさそのリアルタッチに描くっていう絵柄あとジャンプに乗ってる絵のその何つったらいいかなジャンプに乗ってる絵がその流行りの絵にまみれてない時代で北斗の剣から何柄あった時だよ劇が引っ張ってる時からこう絵柄が氾濫してた時代からその テンプレートに行こう移行をしつつあった時代なわけだそ,その中でその自分の絵柄が異色だっていうふうに言われることにこう憤慨する荒木先生が僕はとても好きでした <laughs> あの。やっぱこの人自分の絵はちゃんと勉強して描いた絵だから。あのその ねあの一見こうモンスターとも取られかねない萌えみたいなものと比べられてもっていう価値観は持ってんだなぁと思ってね,ねあの僕はそれはとてもその漫画1人の漫画家のインタビューとしてもとても好きなあれで、うん、ございますあれは荒木よく言ったと そそれぐらいにやっぱテンプレートがはびこるんですよねこの,この世界はね何かが流行ればすぐにそれをみんなが真似してっていうことをやり始めるので例えばこれは僕の好きな髪の毛の描き方だけど この描き方やってる人なんかあんまいないからねみんな必ずベターって一回塗っちゃってからやるわけでうん僕はこの本が個人的に髪の毛は一本一本が髪の毛であるわけで、うん、とりあえず下絵ではブロックで描いてるけどどっかにその髪の毛の要素を入れたいなと思うとやっぱこう,こういう描き方にたどり着くわけでね みんながそれぞれそういうのを得意技として持ってればいいのになぁとは時々思ったりはします。いいんじゃねよいしょ。まああと絵描くのは好みもあるから。好みもだいぶ左右されるからね。僕はそのおでこの広い女性が好きだから。 どうしたって可愛い女の子を描こうとするとデコが広くなっちゃうんだよねそれは僕の弱点ですねおでこマン好きですから眉毛は塗らないのあ,あ、忘れてた細かいな塗っても塗らなくても一緒じゃん <laughs> どうあ気になるんだろうね。で眉毛は実は髪の毛と同じ色で塗るとおかしいな感じになるからちょっと色を落とすんですけどこんな感じでいいんじゃない、うん、ああかかわるのね。 感じかなじゃあ今日はこれぐらいで今日はこれでいいんじゃないかな、えー、じゃあ平成最後のねイラストと雑談でございますうんこれぐらいでいいんじゃない平成最後のそうにあ

ははいいいいあありがありががととううごござざまますすお疲れもうねさよならって言ってから僕は優しさで何秒かこう取ってから終わりますけどね終わりますって言ってからあなたたちはそうやってコメントを打つからだからこうやって少し時間取っていくけどあのあれでは終わらなくなるから。 もうお疲れお疲れはもうこの辺にしていただいてねえもう,どうあとはもう令和に向けてレッツゴーでございますよ。<laughs> 終わりますよ。